そうですね、まあ、あのチームとしてあのしっかり勝ち切れた、ホームで勝ち切れたっていうことはすごく良かったことだと思いますし、ルヴァンカップ進出することはできなかったんですけど、まずはホームでしっかり勝ったっていうところは良かったかなっていうところと、まあ、あとはその試合の中でも課題だったり、あの良かった点だったりチームとしてもありますし、個人としてもあったので、そこをもっともっと突き詰めていくだけかなっていうのは思ってます。まあ、一人一人が本当にいい声かけて、あの自信持ってプレーするっていうところと、あとはまあ守備のプレッシングだったり、あのチームとしてやるべきことを一人一人がしっかり理解して、で各各々一人一人のポジションであのしっかりそれを体現してきたっていうことは良かったことだと思いますし、そのアグレッシブにしっかり攻守の切り替えだったり、まあ、自分たちがやるべきことをしっかりやれたので、そこは良かったのかなっていうのはすごく思います。もっともっと自分自身はボールを奪うシーンだったりを増やさないといけないなっていうのはすごく感じますし、ボールを前に運ぶで前を向く、そういったところはもっともっと自分自身はもっとそこを突き詰めないといけないなっていうのはすごく感じてます。ホームでの勝利っていうのはやっぱりすごくこう自分の中でも気持ちいいものですし、まあ、サポーターの皆さんもすごくこう温かい拍手というか、すっごい今までずっと応援してくれてるんだなっていうのはすごく感じましたし、まあ、ホームでの勝利は非常に違うなっていうのはすごく感じましたね。はい、昨日の、ルヴァンカップ広島戦、ご自身は出てなく上で見てたと思うんですけども、どんな感じで見えましたか？そうですね、一人一人気合いの入ったプレーを見ることができて、めちゃくちゃ刺激をもらえたので、まあ、またこれですごくいい競争が生まれるのかなっていうのはあると思うので、その競争に負けないように自分も頑張りたいと思います。浅木宮本選手はコンスタント試合に出てますけども、以前となんか変わったことってあるんですか？思い切ってやるようにスタートからしっかり入れるようにっていうのは意識してやってます。ホナウド選手とのその関係どんな感じですか？ホナがよくボールを奪う回数が多いので、自分としてはすごくやりやすくて、ホナがプレッシャーに行った時の予測、どこに転がってくるかっていう予測もできやすいですし、逆に自分が行った後のカバーっていうのも広くしてくれるので、まあ、自分としてはすごく助かってるなっていう印象ですね。次節リーグ戦で、名古屋迎えますけども、名古屋というチームの印象を教えてください。まあ、両ウィングに運動量のある選手がいて、前3枚は前3枚でしっかり仕留めることができる個人能力の高い選手がいるので、奪われた後のカウンターっていうのはしっかり対応できるようにしないといけないですし、逆に自分たちも今クロス多く出せてると思うので、よりクロスの質を高めて中に入っていく人数を増やして、クロスからの得点っていうのは大きく変わってくるのかなっていうのはあります。では最後にサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。ルヴァン広島戦でチームメイトたちが気合の入ったプレーを見せてくれて、ホーム初勝利を届けることができたので、その勢いに乗って、リーグの方でもホーム初勝利できるように、試合開始から気合の入ったプレーをするので、応援よろしくお願いします。勝った勢いでしっかり次の名古屋戦もしっかり勝ち切らないといけないと思いますし、自分自身だったり自分たち自身がこう自信持ってやるべきことを自分たち主導でもっともっとやっていかないといけないっていうのはすごく思いますし、そこが一人一人が相手を上回ることができれば必ず試合は勝つと思うので、しっかりそこは一人一人が自信を持って戦いたい、挑みたいと思ってます。勝つことによってやっぱチームの雰囲気というのはすごく良くなりますし、すごく自分たちにとってプラスなことなので、しっかりそこを
継続していけるように、次の試合も昨日の試合のことを忘れるわけじゃないですけど、まあ、次の試合に向けて自分自身何ができるかっていうのを常に考えて行動していきたいと思います。でも負けてますし、まあ、しっかりここで借りを返すというところと、あとは本当に自分たち自身が自信を持って本当にピッチの中で体現することが全てだと思うので、まずはしっかり勝つための準備をします。ファンサポーターの皆さん、いつも応援ありがとうございます。次の試合自信を持って戦って必ず勝利します。応援よろしくお願いします。